水豊かダムは、応力港にある、水力発電用ダムである。右岸の中華人民共和国領名賞、関連満足自治権と、左岸の朝鮮民主主義、人民共和国平安北道1日州軍の中朝国境をまたぐ。1944年3月竣工日本の統治時代、当時東洋一の出力70万キロワットで、計画され、 1937年から建設、1941年に10万キロワットの発電を開始した。1945年終戦時の出力は60万キロワットだった。ダムは高さ約106メートル、幅約900メートル、総貯水容量116億立方メートル。ダム湖である水湯高湖は長さ100キロメートル、 面積345平方キロメートル、淡水面積は、微和湖のほぼ半分に相当する。ダムは、中朝国境にあり、発電所は、北朝鮮側にある。発電機7機のうち、3機は、朝鮮向けの60ヘルツ、3機は、北京向けの50ヘルツ、1機は50ヘルツ、60ヘルツどちらでも、発電可能なものである。完成時東洋1の規模だったダムは、 本体の大きな改修なしに北朝鮮の重要な電力の供給源となっている。建設中の水豊かダム、朝鮮半島が日本の統治下にあった1937年8月、朝鮮総督府と満州国は応力港の電源開発に合意した。日満国境を流れる応力港に上流から、厚岡瀬、林港、地上、州安、井原、水、豊か、 義州の7つのダムを建設することで合計約160万キロワットの電力を得ようとするものである。同月、計画を実行する会社として、朝鮮王力高水力電気株式会社と、満州王力高水力電気株式会社が設立された。両社の社長は、日本窒素肥料の野口従う、資本金は共に5000万円。出資者は、満州国。 東洋拓殖株式会社、朝鮮水田、朝鮮総田である。同年9月より、その第一期工事として、水豊か発電所建設が始められた。水豊かは、応力高下流の平安北道新宇宙府から 80km 地点にある。水豊か上流の応力高流域は、 九州の総面積よりも大きい45,535平方キロメートル、最大990立方メートル、S の水を発電に使うことができる。建設費は1億4,000万円。工事は、幕見、西松組、松本組が分担した。7台の10万5,000キロ、10万くば縦軸発電機は、当時世界最大容量であり、7台のうち5台を、東京芝浦電機、 2台をドイツのシーメンスが受注。東京芝浦電機鶴見工場では9号館を新設して発電機を製造した。1941年8月2日、仮排水路を閉塞してダムに貯水を開始、水位が30メートル上昇した8月26日に第1号発電機から満州への送電が開始された。これを区切りとして、 王力高水田第一期工事水豊発電所は8月25日竣工とされる。竣工式には病床にあった野口の代理として常務の久保田豊が出席した。8月30日に第2号発電機から朝鮮への送電開始。以降、据え付け完了した発電機から順次運転し、1944年2月までに6台の発電機が稼働した。 しかし、第二次世界大戦の影響によりシーメンス担当の発電機一台が入荷せず、未完成の発電能力60万キロワットで終戦を迎えた。送電開始後も工事は続き、1944年には防空設備及び魚雷防止浮き枠も設置された。なお、応力港開発第二期工事は、儀州発電所及び運航発電所の建設であったが、いずれの停滞も、 未完成で終戦を迎えた。1945年8月9日、ソ連軍の侵攻により発電機5台が略奪された。略奪された発電機はカザフスタン共和国イリティッシュガー上流のダムで確認されている。暴力港の水力発電所朝鮮戦争中、国連軍は水とをはじめとする13の水力発電所を空襲した。水豊かの他の目標は、 暴力降死流の不戦後、長津号、巨川港それぞれ4つの発電所である。この攻撃により北朝鮮は2週間ブラックアウトした。1952年6月23日、空母フィリピンシー、プリンストン、ボクサー、ボノムリシャールを出発した、攻撃隊はレーダーによる捕捉を避けるため高度1500メートルで、馬用島付近の海岸線から侵入。 水豊かの約8 0トル東で3 0 0 0ルに上昇し、高速で目標に接近した。84機の海マイナス86セーバーが、制空、16時に、海九海パンサー35機が、ダム周辺の対空砲を攻撃、続いて、AD スカイレーダー35機が急降下爆撃により、約2分で81トンの爆弾を発電所に投下した。 その後17時までに、海 -84 サンダージェット79機と、海 -80 シューティングスター45機が145トンの爆弾を投下。19時、発電所の損害を評価するため、6機の海 -86 に護衛された2機の RF-80 偵察機が写真撮影を行った。翌日午前中にも海 -84 と、 AD スカイレーダーによる攻撃が行われ、発電設備の大部分は破壊されたが、ダムの損傷は禁傷症だった。発電が部分的に再開したことを確認した。国連軍は1952年9月12から13日、サイド水ヨ用攻撃した。電波妨害装置を備える4機を含む29機の B-29 が9月12日19時、カデな飛行場を出発。 23時55分に水豊かに到達、爆弾を投下した。この攻撃では着氷による墜落と撃墜により2機の B29 が失われた。1953年2月15日、5月10日、6月7日の小規模な攻撃の後にも放水路の流れから発電機2台がまだ稼働していると推測されたが、一連の攻撃は終了となった。 水豊かダムを衣装に配した朝鮮民主主義、人民共和国の国章1948年春、金日成と金正都氏が東ダムのデザイン化を協議、北朝鮮の国章にも描かれている。ありがとうございます。